皆さんこんにちは。それでは一橋大学2019年第1問の解説を始めます。問題文は次の通りです。 P を自然数とする数列 AN を H イコール1 A2 イコール P 事乗 AN プラス2イコール AN プラス1引く AN プラス13により定める。数列 AN に平方数でない項が存在することを示せ。はい、ということで、まあ、数列の問題、まあどちらかというと整数の問題と言ってもいいかもしれませんが、まあ、正直なところ言いますと、この問題は面白くないです。あまり出題とかはっきりしません。考えているのはこういう参考完全化式ですね。まあ、ちょっと複雑な形をしているんですけれども、まあ、ちょっと調べてみますと、そんなに難しいことではないということに気づかされます。で、まあ、参考完全化式でね、こう数を足したりして数列がどんどんできていくので、まあ、普通の感覚として、まあ、平方数がね、ずっとできるような数列ではなかろうと。いうことはなんか容易に想像がつくんですね。で、そのことを実際に証明せよということなんですけれども、で、実際その予想は正解でございまして、まあその平方数でない項が存在することはかなりたやすく証明できてしまいます。まああまり面白くない。なんか背景が見えませんよね。そういうところにちょっと面白さが欠けてるなというふうに思うんですが、まあやっていくことにします。で、ちょっと様子を調べてみましょう。まあ、H が1とか A2 が P 事乗はもう与えられていて、A3 ですね。A は何かというと、P 事乗から1を引いて13を足しますから、P 事乗プラス12。この P 事乗プラス12がね、そもそも平方数になることはそう滅多になかろうと思うわけですが、まあ、実際そうなんですけどね。ちょっとここで止めずに、もうちょっと調べてみます。A4。A4 っていうのは、P 事乗足す12から P 事乗引いて13足すので、P 事乗消えて25になります。まあ、これは平方数ですね。25から P 事乗プラス12を引いて13を足すので、これ26引く P 事乗。26引く P 事乗から25を引いて13を足す。ということですから、14引く P 事乗ですか。A7。14引く P 事乗から26引く P 事乗を引いて13足すので1。で、ここで、まあ、循環するかと思いきやですね。この数列、参考完全化式で前の2つが決まると、次の1個が決まるっていう仕組みですから、ここで1が来たからといって循環するとは限らなくて、2個揃えば、循環します。まあ、つまり次に P 事乗が来れば、1P 事乗の並びが来て循環すると。で、実際にそうなんですね。A8 これ求めてみると、1から14引く P 事乗を引いて、13を足しますから、これ P 事乗になります。ここで循環することがあるわけです。よって、はじめの2項がね、元に戻ってきましたから、この数列は、A1 から A6 っていうのを循環すると。平方数でない項が存在することを言うには、まあ、この A1 から A6 が全て平方数になることはないということを証明すればいいんですけど、まあ、どれがいいですかね。1P 事乗25って、これ絶対平方数ですからね。これか3番目か5番目か6番目に着目するんですけど、まあ、6番目が一番やりやすいんですかね。それなんでかというと、P がでっかすぎると、これ14-P 事乗ね、負になっちゃうんですね。負になったら平方数にはなりません。平方数はね、なんちゃらの事乗で必ず0以上ですから、14-P 事乗で P が大きすぎると負になってしまい、平方数にはなり得ないということですね。具体的に言うと、P が4以上だと、この 14-P 事乗っていうのは、0未満になってしまいますから、平方数にはなり得ません。なので、もう P イコール、P が4以上の場合については、平方数でない項が存在することが言えました。で、あとは P が3以下の場合ですね。もう3つしかないですから調べてあげましょう。そうするともうすぐにわかります。A6 が全部ダメです。P3 の時 A6 は5になります。これ平方数じゃないですね。P が2の時っていうのは10。それから P が1の時は13。ということで平方数ではないですね。
はい。ということで、どんな P についても平方数でない項が存在することが分かりました。まあ、具体的に言うと A6 が平方数ではないということですね。はい、これでおしまいです。と、まあね、循環することをね、確認して証明したんですけれども、そこに気づかなかったとしても、まあ、つまりね、今8個目まで調べてようやく循環することが分かったわけだけど、そこまで調べなかったという人はどうやって解けばいいかっていうと、まあ、皆さんね、A3 ぐらいは、気になって調べるでしょう。A3 の値も求めずに、この問題を解くにはちょっと難しいですね。A3 の値ぐらいは、まあ皆さん最低限調べると思うので、この A3 がね、平方数になるかどうかっていうことをちょっと考えてみたいと思いますが、P 乗プラス12。ですけれども、まあ2通りぐらいの考え方があります。まあ一つはですね、これ、m 次乗と置いて、これを解くっていうやり方ですね。つまりこれ、p 次乗移行すると、12イコール、m 次乗引く、p 次乗ですから、12イコール、m プラス p、m 引く p ということになります。で、まあ、m は自然数だとしていいわけですね。m は自然数。で、m と p ね、両方とも自然数ですから、m たす p は正ですね。かけて12になるものといったら、1×12 か 2×6 か 3×4 か 4×3 か、入らないですね。6×2 か 12×1 の、6通りぐらいあるわけですけれども、まあ、それぞれね、こう調べてあげましょう。そうするとですね、M と P がね、両方とも自然数になるものをこう拾ってきてあげますとですね、もう M と P が両方とも自然数になるのはこの1通りしかないです。4、2っていうパターン。まあ特にだから P が2の場合ですね。P が2の場合しかないので、逆に言えば、P が2じゃなければ、もうこれ、整数解存在しないということで、P 次乗足す12が平方数にはならないということがわかります。P が2じゃないときは A3 は平方数にはならないと。で、じゃあ P が2の時はどうかっていうと、16で平方数になります。A3 は平方数になっちゃうんですね。なので、P イコール2の場合はもう少し先の方の数列を調べてあげると、まあ、A5 が平方数でないということに気づきますから、これで、まあ、全ての P について、平方数でない項が存在することが言えますね。なんていう方法もあります。まあ、あるいは、まあ、もっと感覚的な説明になるんですけど、要はですね、これ平方数に12を足したら平方数になるというふうに言ってるんですね。で、こう平方数が並んでる数列なんていうものを考えてみてですね、こう差を取ってみますと、3、5、7、9、11、13って増えていくのがこの平方数の数列なんですね。で、ある平方数 P 次乗があって、12を足した数も平方数であってほしいって言ってるんですね。ですけれども、例えば P が6とか7とか、ある程度 P が大きくなってしまうと、この平方数の間隔っていうのはどんどん開いていきます。この場合で言えば、6と7の差は13ですね。で、そうすると、ある平方数 P 次乗があるんだけれども、12を足したとしても平方数にはなり得ないんですね。P 次乗が36だったとすると、12を足して48ですけど、その次の平方数の49には到底たどり着いてないですから、そんなことは起こり得ない。平方数、12足した数も平方数にはなり得ない。まあ36より先っても、間隔がね、もっと開いていきます。12より間隔が広いので、残念ながら P が6以上になるということはあり得ないんですね。ですから、まああとは P が1、2、3、4、5の場合だけ調べればいいということになるんですけど、まあ今回のね、さっき P イコール2っていうのが1個例外として出てきましたが、それはどこかっていうと、ここですね。5たす7でこれ12でね、4と16で、4たす12で16になってますね。まあそれ、ここだけがね、浮かび上がってきてるんですけれども。はい。だからまあ P が6以上の場合はなくて、あとは1、2、3、4、5だけは残りますが、まあ有限個ね、たかだか5通りですから、まあそれぞれ調べてあげればすぐに答えは出ます。まあみたいに、まあいろんな方法があります。いろんな方法があるんですけど、まあどれも別にもう、そんな難しいことを考えてるわけじゃないです。P 次乗足す12がね、常に平方数になるなんて誰も思わないはずです。そのことを聞かれているだけですから、まあちょっとよくわからない出題だなと思ってしまいます。
はい、ということでこれで解説終わります。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。